皆さんこんにちは、イルカです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。これからですね、7月に入りましてね、夏休みにね、海外旅行を検討している人も多いのではないでしょうか。僕もですね、最近になって4カ国旅してきましたということもありまして、今日はね、海外旅行好きの僕が実体験から本当にお勧めする海外旅行を10倍快適にするアイテムをご紹介していきたいと思います。より快適ということなんで、旅行に持っていくですね、基本的なもの、例えば服とか下着とかっていうのはね、省いてますのでご了承ください。あと、紹介した商品の中で具体的に〇〇というメーカーの〇〇がいいよっていうですね、商品名がある場合に関しては、そちらもねご紹介していきたいと思います。今年はですね、海外行くぞとかですね、これから初めて海外行くって方のですね、参考になれば大変嬉しいなと思っております。それでは早速アイテムの方を見ていきましょう。はい、ということでご紹介していくんですけども、数がねちょっと多いので、カテゴリーごとにねご紹介していきたいと思います。まずはスマホ関連グッズとガジェット系からご紹介していきたいと思います。で、当たり前なんですけども、海外旅行でですね、一番僕が重要だなと思ってるのがですね、スマートフォンになるんですけども、まあ例えばね、ネットで何か調べたりだとか、マップで何か調べたりだとか、外国人の方とですね、コミュニケーションを取るツールとしても使えるというところで、本当ね、バッテリーの残量を常に残しておきたいというのがスマホなんですけども、そんな時にね、めちゃくちゃ役に立つアイテムなんですけども、それがですね、こちらになります。タイプ A のですね、充電ケーブルになります。で、僕他の動画だとですね、充電器だとかモバイルバッテリーとかで、ね、いろいろこういうスマホ関連グッズをご紹介させていただいてて、今ね、急速充電をするにはこのタイプ A じゃなくてタイプ C のね、充電ケーブルが必要だとかって言ってですね、日本ではタイプ C の充電ケーブルしか使ってないんですけども、海外ではですね、このタイプ A の充電ケーブルがめちゃめちゃ活躍します。それなんでかっていうと、こういうね、モバイルバッテリーみたいなものっていうのは、僕もね、必ず海外旅行に持っていくんですけども、さっきも言ったんですけど、スマートフォンのですね、バッテリーの残量ってめちゃくちゃ重要なので、こういうモバイルバッテリーですね、ギリギリまで最終手段としてなかなか使いたくないなっていうのを思ってるんですね。じゃあどこでね、充電するべきかというと、公共交通機関の乗り物の中にですね、充電できる設備があったりだとか、充電スポットっていうのがあるので、まあそういったところでね、やるべきだと思ってますと。ただですね、海外の充電設備って、まだまだですね、タイプ C 対応してるのがなかなかなくて、コンセントかこちらのですね、タイプ A のですね、USB 端子しかない充電スポットってですね、めちゃくちゃ多かったんですよ。僕はタイプ C の充電ケーブルしか持ってってなくて、充電したいタイミングでですね、できないことが結構あってですね、タイプ A の充電ケーブル持っていけば、もっと安心して旅ができたなと思うことがありましたんで、このね、タイプ A の充電ケーブルめちゃくちゃ活躍しますので、持ってる方はですね、必ず持っていっていただけるようにお願いいたします。はい、で、次にね、ご紹介するのが便利だった充電器をね、ご紹介させていただきたいんですけども、それがね、こちらになります。ボルトムというですね、ブランドから出ている充電器になります。こちらのね、充電器何が便利かっていうところなんですけども、まあ、こんな感じでですね、タイプ A とタイプ C2 つ充電できる端子があって、で、コンセントの部分がこんな感じになってますと。で、まあ、非常にシンプルな充電器になってます。海外のコンセントって日本のコンセントと違って結構質悪くて、うまく刺さらなかったりだとか、ポロッと勝手にコンセントが抜けちゃってるみたいな、なんか劣悪なコンセントって結構存在したりすると思うんですよね。で、このね、充電器だったらですね、コンセントが抜けづらくなるとかそういうことではないんですけども、ここのね、この端子の上にですね、こういう三角形のマークがついてるんですけども、通電してる場合にこれ光るんですよ。これ光ると何がいいかっていうと、海外のホテルでですね、ホテルのベッドで休みながら充電したいみたいなことがあったりすると、こうね、充電器挿してて、こう自分はベッドで休んでるみたいな時に、遠くから見てここが光ってると、あ、しっかり充電できてるなっていうのをね、遠くからでも確認できたりとかするので、そういった意味でもね、めちゃめちゃ便利ですし、とてもコンパクトですし、まあ端子も3つあってパワフルだっていうところもあって、めちゃくちゃ便利だったので、これね、メーカーの方からいただいたものではあるんですけども、海外にこれ持ってったらめちゃめちゃ活躍したんで、ぜひ皆さんにもね、ご紹介したいなと思ったんで、2つ目としてご紹介させていただきます。はい。まあ、このサイズ以外にもですね、ちっちゃい充電器もあるみたいなんで、よかったらチェックしてみてください。はい。で、続いて3つ目になるんですけども、今度インターネットのね、回線でおすすめなのをご紹介させてください。それがですね、こちらになります。
ドコモから出ているアハモになります。僕は普段ね、この上の方の20ギガの毎月2970円のねプランを契約してるんですけども、これ何が最高かって、追加料金なしで海外でもですね、そのままインターネットできる契約になってます。僕もともとですね Y モバイルのプランを契約したんですけども、 Y モバイルの場合ですね、海外でインターネットする場合って追加でですねお金払わないといけなかったんですけども、アハモの場合はこの20ギガの範囲内であれば2970円そのまま追加料金なしで使えるというところがありまして、僕もともと海外行くときは Wi-Fi 契約したりだとか、事前にね海外用の SIM を購入したりしてたんですけども、もう今回の海外旅行はですね、すべてアハモの契約で済みましたんで、そういった意味でもですね、めちゃめちゃ安く済んだってところもあって、皆さんにもねぜひおすすめしたいなと思います。まあ細かいね諸条件とか使える国とかっていうのはあるんですけども、大体皆さんが行くような国ではですね使えるってことなんで、気になる方はですね詳細ぜひチェックしてみてください。はい。で、次におすすめするのがこちらになるんですけども、エアタグですね。荷物のトラッカーになります。まあ、こちらのアイテムですね、普段はまあ、財布に入れたり、バッグに入れたりとかしてると思うんですけども、海外旅行でどこに入れておくと便利かっていうとですね、僕はスーツケースの中に入れております。で、海外でですね、スーツケースの中に入れると、どういうメリットがあるのかっていうところなんですけども、海外でですね、皆さん感じたことあると思うんですけども、空港でですね、自分の荷物がですね、なかなか出てこないって言った時ですね、めちゃめちゃ不安になりませんか？僕もね、英語とかあんまり得意ではないので、職員の方とかにね、聞きづらいとかね、あると思うんですけども、こちらのね、トラッカーをスーツケースに入れておけば、自分の荷物がですね、あとどのぐらいのタイミングで出てくるのかっていうのをですね、事前に把握することができるんですよね。で、あらかじめ把握することで、まあ安心感も得られますし、あとね、もう少し時間があるから、一回トイレ行っとこうかなとかですね、自分の手持ちの荷物をですね、ちょっと整理しとこうかなとかですね、そういうこともできたりするので、こういったですね、トラッカーをスーツケースに忍ばすことによって、海外のね、空港で、まあ荷物受け取るときにね、不安が少しでも軽減できるっていうところがあって、まあ非常にですね、持っていくと快適に過ごせるんじゃないかなと思いますので、おすすめさせていただきます。で、ここからはですね、海外で履く靴とかサンダルをねご紹介したいと思います。で、まずね良かったスニーカーなんですけども、それがねこちらになります。ワークマンから出ているアクティブハイクサミットハンターというですねスニーカーになります。このスニーカーなんですけど、今回の海外旅行でですねめちゃくちゃ活躍しました。まあ、ワークマンということでもちろんコスパ最高で、先に値段言っちゃうと驚異のね2900円の靴になります。でね、僕はこの靴を気に入っている理由が大きく2つありまして、1つがですね防水性がある靴になってます。地面からですね6センチまででしたら防水がある靴になってます。海外でですね急に雨が降ってきたりすることもありますし、地面が舗装されてなくて水はけが悪くて水たまりがあったりだとか、あとはね急にハイキングしたりだとか、結構いろんな環境で長距離ね歩かないといけない時があると思ってまして、なんかね自分のお気に入りのスニーカーでねあんまり海外行きたくないなっていうのがあるんですけども、この靴であれば防水性もあるのでいろんな環境で履けますし、靴のねこのボリューム感も結構あるし、このクッション性も結構あるので、僕ねずーっとこれで歩きまくってたんですけど、靴ずれすることもなかったですし、値段も安いですし、どんな環境でもですねガンガン攻めることがこの靴でできました。ほんとねめちゃくちゃ旅行に最適な靴だなと思ってますので、今後海外旅行とかね国内旅行行くときはですねこのワークマンのね靴で行きたいなと思ってます。でね、細かい仕様もめちゃくちゃ考えられて作られてまして、こちらねドローコードを引っ張って履く靴になってまして、こんな感じでビヨーンって長いんですけども、靴紐ねほどける心配もないですし、このドローコードをしまう部分がねこちらねポケットありますので、こちらにねドローコードしまっちゃえば引っかかる心配もないですし、あとねこちらのかかとの部分にもこんな感じでループがありますので、こうやってね指を突っ込んで履くこともできますので、非常にね履きやすい靴になってます。僕ね今回の旅行でこの靴でですね、ほんと何十万歩も歩いたと思うんですけども、靴ずれになることもなかったですし、変にね足が痛くなることもなかったっていうところもありますので、この靴ねめちゃくちゃおすすめしたいなと思ってます。はい。で、次にねご紹介するのがリカバリーサンダルになるんですけども、先ほどもね申し上げた通りですね、海外旅行って日本以上にですね歩くことが多いと思うんですけども、ホテルに戻ってきたらですね歩きまくって足が疲れてると思うので、まずですね早く靴脱ぎたいじゃないですか。ただですね高級ホテルは別なのかもしれないんですけども、ホテルって基本的にですねスリッパ置いてないんですよ。まあ、そういった時にですねこういったリカバリーサンダルがですねめちゃめちゃ重宝します。
まずですね、疲れた足に対してこのリカバリーサンダルがめちゃめちゃ心地いいですね。こちらのサンダル、僕も他の動画でご紹介させていただいてますけども、ジムとかですね、スポーツで疲れた足をですね、心地よく回復させるサンダルなんですけども、歩き疲れた足にめちゃめちゃ心地いいので、まずね、その点がおすすめですね。であともう一点なんですけども、海外のホテルってユニットバスが多いと思うんですけども、基本的にですね、水はけとかめちゃくちゃ悪いんですよ。これつまりどういうことかっていうと、シャワーとか浴びた後に水がトイレの方に浸水してきてしまって、床がね、濡れているってことがね、結構多いんですよ。ただそういう時でも、こういうね、リカバリーシューズであれば、これめちゃめちゃ水に強くて水染み込まないですし、僕の過去の Vlog 見ていただければわかると思うんですけども、僕これ波照間島の海の中でこれで泳いでたりもするので、超水に強いんですね。例えですね、水で床が濡れてようが、こういったですね、水に強いリカバリーシューズであれば何の問題もなくですね、快適に過ごすことができますので、なのでスリッパ持っていくよりもこちらの方が足にめちゃくちゃ心地いいですし、濡れたですね、床対策にもなりますので、本当ね、快適に過ごすためにはこのリカバリーシューズ持っていくことを皆さんにお勧めしたいと思います。で、ここからがですね、残り3点なんですけども、雑貨半径をサクサクご紹介していきたいと思います。で、まず7点目なんですけども、こちらになるんですけども、バックハンガーになります。僕はね、こちらの商品のクリッパという商品を使ってるんですけども、皆さんね、必ずバックハンガーお持ちください。でね、このバックハンガーなんで持っていかないといけないかっていうと、1年ぶりにね、海外行って改めて思ったんですけども、海外のね、トイレってですね、ほんとめちゃくちゃ汚いんですよ。で、どんな風に汚いかっていうと、なんかね、床とかめちゃくちゃなんか濡れてるんですよ。で、トイレのね、個室とかに入ると床濡れてて、まあ、リュック持って行ったりすると絶対に床に物を置きたくないじゃないですか。で、個室の中にはですね、フックがあるパターンもあるんですけども、なんかフックが弱そうだし、重たいリュックかけたらですね、フックがぶっ壊れそうだなっていうところもあるので、そんな時にですね、役立つのがこちらの商品になります。個人的にはですね、こちらの過去にもご紹介したクリッパって商品がめちゃくちゃおすすめで、耐荷重もですね、15キロまでいけますので、海外で持っていくような重たいバッグでも安心してかけることができますので、できればね、こちらの商品買った方がいいかなとは思うんですけども、何にせよですね、バックハンガー必ず必要になりますので、お持ちいただくようにお願いいたします。トイレ以外にもですね、飲食店とか電車とかバスとか公共交通機関に乗ってる時もですね、めちゃくちゃ便利な機械たくさんありましたんで、このバックハンガーを持っていけば旅がね、めちゃくちゃ快適になりますので、必ず持っていっていただくようにお願いいたします。で、次にご紹介するのが、僕が個人的にはですね、スマホの次にですね、めちゃくちゃ大事なアイテムだと思ってるんですけども、それがね、こちらになります。耳栓になります。で、これなんで必要かっていうと、もちろんね、睡眠の質をですね、良化させるってことが目的なんですけども、海外でですね、ほんと耳栓つけるべきね、ポイントがですね、たくさんあるんですよ。で、わかりやすいところで言うと、飛行機の中はですね、まずこの耳栓必須になります。で、あとはね、海外のホテルももちろん必要で、海外のホテルってですね、結構いいお値段するホテルだったとしても、防音対策が結構微妙なホテルたくさんあるんですよ。人の声とか外のね、車の音が聞こえるってことはもちろんなんですけども、なんかですね、隣の人がシャワーを浴びると、なんか水の流れる音がですね、深夜聞こえてくるみたいなこともですね、結構頻繁に起こるケースがあって、日本以上にですね、音が気になるケースがですね、多いんですよ。海外旅行みたいですね、長期な旅行って睡眠の質めちゃくちゃ大事じゃないですか。ほんと睡眠取れてないと楽しめるものもね、楽しめなくなってしまうので、そういった意味でもですね、この耳栓っていうのが今回僕改めてめちゃくちゃ重要だなと思いましたんで、おすすめ商品としてですね、ご紹介させていただきます。で、どんな耳栓がいいですかっていうところもあると思うんですけども、個人的にはですね、ほんとどれでもいいかなと思ってまして、普段使っているですね、自分の使いやすいものを使っていただければいいかなと思います。で、日本で耳栓使ってない方は、いくつか買ってですね、自分にフィットするですね、耳栓を準備してからですね、旅行に行かれることをお勧めしたいと思います。そんな感じで、こちらの耳栓ですね、忘れちゃいがちなんですけども、スマホの次にですね、重要になりうるアイテムになりますので、皆さん必ずですね、海外にお持ちいただくようにお願いいたします。で、最後おすすめするのが、スーツケースの空いてるスペースがあれば、可能な限りですね、持ってってほしいものになるんですが、それがね、こちらになります。カップラーメンになります。
で、ご存知の通りですね、今円安の影響で海外でですね、食事するのですね、信じられないぐらい高いです。で、僕が行った国がオーストラリア、ドイツ、スイス、スペインの4カ国行ったんですけども、どの国もめちゃくちゃ高くて、だいたい日本の 1.5 倍から2倍ぐらいのですね、物価の高さを感じました。で、その中でもね、特にスイスはもうほんとやばくて、めちゃくちゃ高かったですね。で、僕がですね、感覚的に思ってるのが、例えばマックのビッグマックのセットあるじゃないですか。日本だとあれって多分700円とか800円で食べれると思うんですけども、スイス以外の3カ国であれば、あれ多分1500円ぐらいで食べることができます。で、スイスに関しては余裕でね、2000円超えるぐらいになります。なのでもう信じられないぐらいですね、めちゃくちゃ高いんですよ。ちなみにスイスの山の上のフードコートで僕が食べた韓国の辛ラーメンなんですけど、カップ麺なんですけども、1杯1300円もしましたんで、ほんとね、信じられないぐらいですね、舐めない方がいいぐらいですね、海外めちゃくちゃ今高いです。もちろんですね、海外の美味しいお店であるとか名物をね食べるっていう経験は大事なので、もちろんそれはね必ずやるべきだし、僕もやってるんですけども、毎日ね外食する必要はですね全くないと思いますし、正直海外の何気なく入るレストランってあんまり美味しくないので、日本食の方が絶対美味しいので、それだったらちょっとでも節約してカップラーメン食べた方がですね、絶対満足感も高いです。なのでスーツケースの空いてるスペースとかがあるのであれば、こういったですねカップラーメンとかを持って行っていただいた方がですね、よりコスパもよく過ごせますし、快適に過ごせると思いますので、最後10点目はですね、ちょっと変わり種ではあるんですけども、カップラーメンをねおすすめさせていただきたいと思います。絶対持ってった方が後から持ってきてよかったと思えるアイテムになりますので、ぜひね持ってっていただけるようにお願いいたします。はい、ということで今回の動画は以上となります。今回はですね、海外旅行が大好きな僕イルカがですねおすすめする海外旅行をですね10倍快適にするアイテムを9選ご紹介させていただきました。どちらのアイテムも僕の実体験から来るですねおすすめアイテムになりますので、ぜひ参考にしていただければなと思っております。今後に関してもですね、コストパフォーマンスがいいアイテムだったりだとか情報をですね発信していきますので、よかったらねチャンネル登録しておいていただけると大変嬉しいです。はい、ということで次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。